巻いてるし、もう吐くの、もう吐くの、がね、一体、おらない。続いて登場いたしますのは、浜田川田正幸隊でございます。笑いがない
が登場してまいりました。この下に下にの声と花棒の音を聞きますと、何かこう身が引き締まるような思いがいたします。伝統の歴史絵巻に立ち立っていただきたいと思います。お侍は、畑の皆様。
通のため愛する父弟と本能の発災と一度別れ、徳川が父に従った父はある時は有望な官、ある時は大畑状態の徳川の一員になり得るので、徳川家康の資金を得て関東信越の重要拠点でありますこと松代十万石を任されるに至ったのであります。真田信之公は人生わずか50年といいましたこの当時、なんと御年93歳までの天井を発行いたしました。江戸幕府はこの国は4代将軍の秀忠の地形になっておりました。この秀忠様は今慶応義塾大学の教授としておられます。人生100年時代ですけれども、毎度186歳まで生きて研究を重ねていただきたいと思います。さあ続きましての登場でございます。さあ聞いてまいりました。続きましての登場は真田信之公芸術一般には大人気のお祭りで松野のでございます。演じますのは一般公募でございます、小林ゆき様でございます。関ヶ原の合戦の終わり、北斗会の両国、熊田城の西部を扱い、田本を待った正義の教え、親子が人に立ち往生するのを、今、ご覧いただいております、甲冑姿にて、ね、依然として困りまして、また息をして、一人の妻はかつ、会いたいのでよと、神田の先生と伝わっております。Yeah.
順位よりも家康らしいでございます。褒めております。さあ、続きまして徳川家康に続いての登場は大河ドラマで今注目を集め人気武将となりました石川数正でございます。演じますのは一般公募で東京都からご参加の黒田哲也様でございます。友田村には全国からご応募いただいた番組家の皆様でございます。Thank you.
ありがとうございました。